ネットの魔法で空高く飛べちゃうんだよ。スキップエンジョン Let's fly high、 色褪せない記憶たどれば平凡な毎日だって。今日早いじゃん。そっちこそ。二人は？他。二人ってバカなの？それ聞く？で、どうする？任せて、子供得意だから。任せる任せる。お姉ちゃんたちね、今映画。何がお姉ちゃんたちだよ、ババアが。16だよ、まだ JK。 なんだよババ。ハルナ、あんたの気持ちわかる。分かってくれた。ババたち何こっちゃこっちゃ言ってんだ。私たちはババア、私たちはババア、私たちは。どうしたの？まずババアであることを受け入れて慣れようと思って。私はあんなガキに屈したくない。水木、受け入れることも時には大事。でも本当に大事なものは何？撮影。そう、目の前のことにとらわれてはダメ。分かった。私たちはババア、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 私たちはババア。菅原さん。あのババアって。斉藤さんは？あ、斉藤さんは仕事を無断欠勤してたらしくて、さすがに休めないらしいです。水木、水木、顔に出てる。使えねえなみたいなの顔に出てるから。で、菅原さん、あの子をどうにかしてくれませんか？あの子。そうそうそう、承知。さっきのってウィンクかな。気安く話しかけてんじゃねえよ、おじじ。てか、だっせ、クソだな。彼女いない力イコール年齢みたいなクソをしやがって。全然前世からやり直してこい。お花畑が綺麗だな。飲めるかな。菅原さん、綺麗な蝶々だ。可愛いな。戦闘武士さんもいるよ。だから子供は嫌なんだよ。もう一回私が行く。先輩たちと小学生のベンチをかけた戦いはいよいよ最終局面へ。そしてまさかの展開へ。てか早く来いよ。次回テイク14最終局面。